はい、皆さんこんにちは。今回は大光天使使っていきたいと思います。えー、ちなみに割と低レアです。テレアで組める大光天使を使っております。まずは、あや召喚。そのまま、えー、っと、プルートです。ネプチューンか。<laughs> ネプチューンの効果で、えー、ヴィーナスを特殊召喚していきますけども、そこは同時に投げられるので、墓上の示し者で止めていきます。ということで、ヴィーナスを特殊召喚。ヴィーナス効果ですね、500ライフポイント払って手札でッきから玉を特殊召喚していきます。ちなみに単位じゃない。たまに見るのが、このヴィーナスに裏ララを当ててくる人はですね、全く意味ないです で、ムーンを出して、効果によってマジェスティー・フィリオンを墓地に送っていきます。でマジェスティー・フィリオンは、墓地から代行者を除外することによって、えー、自身を墓地から特殊召喚。そして、こちらのネプチューンですね。墓地から除外されたら、デッキから天空の聖教的デに加えます。ので、天空の聖教をサーチ。で、そのまんまですね、ムーンとアース、2体のモンスターで、クリスタロン・ハリファイバー投げていきましょう。制限改定で、ちなみにこいつは紙では禁止になりました。そして、オライオンを特殊召喚。シンクロ召喚して、ルイ・キューピットですね。 ルイキューピットの効果でレベルを下げていくのと、オライオンの効果をチェーンジして発動して,、ま、していきます。で、レベル下げてレベル2になったので、マスターフレアフィルリオン。で、ルイキューピットの効果ですね。ここでネメシスコリドをサーチしていきます。で、えー、除外されてるんですね、さっきネプチューンが。なので、除外されてるネプチューンをデッキに戻してコリドを特殊召喚。そのままコリドを一体で、超来竜サンダードラゴンですね。まあ、鉄板の動きみたいな。まあ、これをラドンを使わずにいけるっていうのが強いですね。で、マスターフレアフィルリン。今、 エクストラデッキからセレスティアルロードナイトパーシアスを墓地に送ったことによってこいつの名前と効果はセレスティアルロードパーシアスになっていますちなみに効果が書き換わったわけじゃなくてこれが加わっているのでより強くなったって感じですねでハンド1枚切って天空の聖域または聖域が記されたカードを手札に加えていきますのでこちら失われた聖域を手札に加えていきますそのままセットそして2体のモンスターでリンク召喚アーティファクトダグザで天空の聖域発動することによってダグザの効果が誘発して アーティファクトデスサイズですね。こちらが出てきます。まあ、これでなかなか強い場面になったんじゃないでしょうか。相手が置けばね、次ハリファイバーでワンマジ出してデスサイズ割ってバルネスみたいなね。相手はとりあえず合金ということで、えー、デスサイズは全く刺さらなそうです。<laughs> 一旦ハリファイバーの効果ですね。そこにチェンして天空の失われた聖域を上げていきます。失われた聖域は、発動時にデッキから天空の聖域が書いたカードをセットできるんで、天空の聖水をセット。天空の聖水、うーん。何がとは言わないですけど、ちょっと黄色っぽい。 そんなことはないですね。はい。ので、テックジェネスワンダーマジシャン。で、ワンダーマジシャン、シンクロ召喚成功時、自分のフィールドの、えー、デッサイズを割っていきましょう。相手はそこにチェーンして、こちらのトラップカードが表になったんで、天国の守備表示で特殊召喚ですね。まあ、壁にしたかったんでしょう。とりあえずデッサイズ割られたんで特殊召喚。そのまま効果にチェーンして、ワンダーマジシャンの効果ですね。2体のモンスターでシンクロ召喚して、フルールドバルの椅を出していきます。まあ、これでなかなか強い盤面。相手は肉接してエンド。 まあ、あんまり関係ないですね、この盤面だと。しかもトップドローが、えー、ウラノスと。まずバラネスの効果でセットカード終わっていきます。で、マスター・フレア・ヒペリオンなんですけども、えー、相手がカードの効果を発動したら手札墓地から天守族モンスターを除外して、フィールドのカードを対象としてそのカードを除外するっていう効果があるんですね。なので、えー、赤き目覚めを除外していきます。鬱陶しいんでね、あれがあると。そして相手はエルドリッチ。で、そのままセットカードは神の宣告でしたね。 で、手札のネプチューン効果。墓地から、ネプチューン効果で、マジェスティー・ヒペリオンを特殊召喚します。で、ネプチューンは、天空の聖域があると、手札から切ることで、ヒペリオンモンスターを特殊召喚できるのでっていうことですね。<laughs> 俺も一瞬分かってなかったけど <laughs>。まあ一旦取っていきましょう。で、全員でダイレクトアタック。で、マジェスティー・ヒペリオンは、相手の墓地のカードを除外できるっていう効果があるんで、これでエルドリッチの機能も、ま、半分停止かなっていう感じですね。ルイ・キューピット除外して、エルドリッチを除外。さらに最後に天空の正規。効果によって、マスター・ヒペリオンを サーチしていきます。で、エンドですね。ライフ回復効果もね、一応ついてるんで、ライフ回復ミッションもたまに進みます。といったところで、相手はサレンダー。まあ、なかなかね、あのー、低レアで組んでも結構強いデッキになってます。それでは2戦目、こちらの高校まず相手は、えー、っと、創建ですね。白ユクちゃんの効果を発送したんで、うららを投げていきますけども、そこは、墓穴の指名者で止められていきまは、まあ、かなりきついですね。<laughs> ここ、止まってくれたらよかったんですけども、とりあえず、ばっかで召喚 んで、爆屋の効果にチェーンして増殖する時、投げていきましょう。さっきのところで投げなかったのは、まだうららが除外されてなかったんで、増地チェーンうららってやると、こちらの増地止まっちゃうんでね。だから投げませんでした。で、爆やとトークンでシンクロ召喚。双剣大将、関所ですね。大使だっけ大使か。ワンドローと龍園をサーチ。そして冬ですと。<laughs> だいぶきついです。まあ、ですけども、まあなんとかなるかなっていう手札はしています。 うんですね。一筆エンド。まあ、あれは確実に創建安定なんで、えー、安定ではなく、龍炎をサーチした時点で、あれは安定確定ですね。まずは天空の聖域、サーチしていきましょう。そこに合わせて禁じられた人質つ手札のオライオンと、えー、フィールドで発送している聖域を墓地に送って、2体のモンスターを効果無効にしていきます。これしとかないとね、デスペンに逃げられちゃうんで、そして、マジェスティー・フィエリオンをサーチ。そのままオライオン効果、トークン生成していきます。で、今、こっちとしては、どこでこの安定打ってくるかなんですよね。 で、早めに暗転打ってほしいから、暗転打ちやすそうな盤面を作ってるんですけども、なかなか暗転打ってくれませんでした。ここで暗転打ってくれたら、手札のネプチューンに特殊召喚できるんですけども、相手代行に対しての分かりみが深いみたいで、ネプチューンに警戒して打ってくれなかったんですよね。ですが、そんなことはなくて、エフェクトベーラーですね。<laughs> 俺の今までの分かりみが深くてとか何だったのか。一旦、手札のネプチューン除外して天空の正規サーチつつ、マスターヒペリオンを特殊召喚。で、正規発動していきます。で、2体のモンスターで、えー、リンク召喚。代行者のこの絵ム でムーンの効果で墓地にサーチするのは天空の代行者アース。でムーン、リリースすることによって相手のセットカードを割っていきます。で、双剣暗転ですね。まあ、ここでやっと開けてくれるかっていう感じ。ただ、これでもう見えてる妨害なくなったんで、で、裏ラ,ラもないということで怖くないですね。ネプチューン、ハンドから切ってビーナスを特殊召喚。そして弾を特殊召喚。とか、3回使います。3回使って弾をフル投入。で、えー、リンク召喚ですね。まあ、あとはどこで2ビルが降るかなんですよ、正直。 そしてセレスティアルロードナイトパーシアス。ハンド1枚切ってサーチしていきます。失われた聖域ですね。そして、えー、ニビルが怖いんで <laughs>、まだ投げないのと思ってるんですよね。この時正直。とりあえず、アポロウサで、マスターフリア・ヒペリオン。あ、違う。マジェスティ・ヒペリオンは手札から特殊召喚できるんで、ヒペリオンを特殊召喚。で一応デスペリオンの効果発送していきますけども、そこはアポローサで無効にしていきます。とりあえず殴っていきましょう。で、ヒペリオンの効果で、えー、天空の聖域がね、こちら。 墓地に天のの聖があるので今、あのー。相手の墓地を除外すす。る効果は1ターンに2回まで使えまでで、使え相手双剣っていうことでダッシュガイの効果でドローフェーズに引かれたモンスター特殊召喚されても嫌だしハンド使い切ってディバインガイダの効果でツードローされても嫌なんでデスティニーヒーローをどっちも除外していきます、まあ、このためにアポローサを、えー、っとデスペニーに打ちませんでしたあデスペニーに打ちましたっていう感じですね そして、ドローフェーズ。一応、失われた正規だけ開けて、天空の聖水をセット。で、相手のメインですね。まずは相手は爆やから。龍炎見せてきてきますけども、一旦無効にしていきましょう。で、龍炎が特殊召喚されるか問題ですね。特殊召喚されません。<laughs> なので、なかなかいいんじゃないでしょうか。相手はそのままターンエンド。ということで、こちらのターンですね。ウラノス引いてくるものもでかいですね。まず天空の聖水の効果。えー、アースをサーチしていきます。 で、アースを召喚。そのまま効果によってネプチューンをサーチ。んで、2体のモンスターでシンクロ召喚。フルールド・バルネス。これでニビルも怖くないですね。ニビルあるか知らんけど。<laughs> で、マジェスティ・ヒペリオン、えー。墓地の代行者除外して特殊召喚したこれで相手サレンダーですね。まあ、バルネス立ってるからね、もう龍炎止められるからきついかなっていう感じです。それではラスト。まずはアースを召喚。召喚成功時サーチしますが、そこはウラ,ラで止められていきます。これは全然怖くないですね。 なので、ネプチューンハンドから切って、手札からビーナスを特殊召喚。で、ビーナス効果ですね。3回使って、弾を3回特殊召喚していきます。増、ま、字、あ、そしてニビルがなければ、もう、勝ったかなっていう感じはあります。2体のモンスターで、まずはリンク召喚。代行者のこの絵、ムーン。で、ムーンの効果ですね。マジェスティフィペレオンを落としていきます。そして2体のモンスターでリンク召喚。クリストロン、ハリファイバー。まあ、これが安定ですね。で、ハリファイバー効果でオライオンを特殊召喚。そして2体のモンスターでシンクロ召喚、ルイキューピットですね。で、ルイキューピットの効果 えっと、レベルを2下げます。と、オライオンの効果が発動していきます。そして、またまた2体のモンスターでリンク召喚。アーティファクト、ダグザー。で、この絵のムーンを除外して、マジェスティー・ィペリオンを特殊召喚。そして、2体のモンスターでシンクロ召喚。マスター・フレア・ヒペリオンですね。ちなみに、ここ、ネプチオン除外しなかったのはなぜかはわかりません。<laughs> 多分プレミです、普通に。で、コリドをサーチして、 この絵のムーンを戻して、長ライル出そうとしたところで、相手サレンダーですね。まあ、これはこうなるでしょうっていう感じ。えー、レアリティなんですけども、本来代行者っていうデッキは、デクレアラーディバイナーが入ってくるんで、あのデクレアラーディバイナーを持ってないんで、採用にすることによって、レアリティを下げてるっていう感じですね。んで、えー、っと、代行者内の UR なんですけども、こちらのマジェスティヒペリオン、そしてマスターヒペリオン。この2枚だけですね。あとは SR です、全部。なので、割と低レアかな。 ま、エクストラデッキもね、一応 UR はこのマスターフレフィペレオンだけなんで、なかなか定レアで組むことができます。あとはね、汎用カードなんで、あ、こいつもか。セラスティアルロードナイトパーシアス。ロードナイトじゃない、ロードパーシアス。なんで、わ割りかし、割りかし定レア、本当に。<laughs> で、改めてデッキレシピはこんな感じ。まあ、必要なね、代行者は全部3済みしています。ネプチューンが3枚。そして、アースが3枚。で、ビーナスが3枚。で、玉が3枚。で、あとは、まあ、さっき動画内で見せたね、 えっと、ルイ・キビットのギミック入れてるんで、ネメシス・コリドーも1枚入ってます。で、ハリダグザが撃てるようにアーティファクトで S サイズ。で、ウラヌスも一応入ってますけども、ウラヌスは最悪なくても構いません。で、ロガエスなんですけども、ロガエス弾いてたら強いんですけども、私、代行者を作ってから、えー、20回ぐらい回したんですけども、ロガエスが手札に来たことは一度もありませんでした。確率的にど,どんなもんかは知りませんけど、マジで弾かなかったんで、まあ、こいつあった方が強いですけど、弾ける自信がある人は入れてください。俺、抜こうかと思ってます。弾けないんで、こいつマジで。 とあとは、えー、天空の聖水ですね。こちらが SR で3枚。んで、失われた聖域は2枚。まあ、聖域はね、天空の聖域はそりゃそうだよ。そり1枚は入るでしょうっていう感じ。で、エクストラデッキなんですけども、サンダードラゴンはルイキューピットのコンボ用。まあ、こいつも総うですね。で、ワンマジは、えー、ハリダグザの流れでバラの人を出す用。で、冥府の執行者、プルート。これはハリファイバーから出す用でもあるんですけども、えー、オライオンのトークンとレベル2のチューナウを使って出すこともあります。一応ね、月の初効果があるんで、なかなか強いかなとは思います。 積極的に出しに行くカードではないかな。で、バレルロード、サベージドラゴン。で、天意の龍騎神これ、<laughs> ここのね、サベージと龍騎神の他は別にどうでもいいです。なんでもいいです。<laughs> で、ハルルドバルネスとマスターフレア、ヒペリオン。リンクスパイダーは弾をえ効果モンスターに変えるよう、ただそのためだけに入ってます。で、ハリファイバー。ハリダブザの流れですね。で、ムーン、2枚あった方がいいかなっていう方は2枚入れてください。で、ロードパーシアスはエクストラデッキから墓地に落とすようなんで、あんまり出ることはないです。出,せ出したら強いかなっていう感じ。 でラドンはあんまり使わなかったですね。ラドン最悪なくても全然回るんで、いいかな。ハリラドン展開でバシバシの制圧を引きたい方は、はあのー、ハリラドンの流れでしっかりとメインデッキにもギミックを積んでください。その場合は、このネプチューンを1枚抜いたりだとか、その辺でいいかなと思います。といった感じで、デッキレシピはこんな感じですね。まあ、代行者は割と定量で組めて結構強いんで、皆さんぜひ使ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。